はい、皆さんこんにちは。今日はですね、これからの時期、雪の取り方、こちらをご説明していきます。まずね、雪というのは一面真っ白な世界を撮りたいなと思うじゃないですか。だけどここをね、撮影するっていうのは意外とこれね、撮り方難しいんですよね。なんでかって言ったら、まず白い雪をね、そのまま写真撮ると画像が真っ暗になってしまう。周りが一面白ですから反射してカメラはね、十分明るいって判断しますから、撮った写真はまず暗くなります。それから色、これもどちらかというと少しね、青みが強く出やすいんですね。なのでまずこのね、撮り方からご説明をしていこうかなと思います。まずね、簡単に今日はね、話をしていこうかと思います。皆さんが持ってるカメラにはプラスマイナスのこの露出補正というのがありますから、撮影するときに目安プラス1から2ぐらいまでぐわっと上げてしまって撮影をする、これがまずポイントの一つです。それからホワイトバランス、 WB ってカメラに書いてありますよね。このホワイトバランスは太陽光に設定する、これが一番重要なカメラの設定になってきます。じゃあ、あとはどんな機材使って、どんなものを使って撮影をしていったらいいのかっていうところをご紹介していきます。まずはですね、レンズ、一番おすすめなのは標準ズームレンズ。これなんでかって言ったら、広々とした景色を想像すると、その部分のどこかを切り取るというよりかは、足元、例えば山奥だと動物の足跡があったりとか、葉っぱがね、ちょっと落ちているところがあったりだとか、そういう風な足元、もしくはちょっとこう見渡す範囲内の世界を切り取るには、まずこのね、標準レンズでまず撮っていきます。例えばこんな世界、まあこれね、雪と氷の世界ですけど、周りにある木の枝の反射、凍ってる、これね、水面が凍ってるんですけど、ここの中に葉っぱがね、凍ってるんですよ。でもね、こういうのを撮影する時って、さっき言った設定だけじゃなかなか撮れないんです。どんな撮り方がいいかって言ったら、 PL フィルター、これ使うんですよ。皆さん多分持ってると思いますけど、これちょっと色がついてるの分かりますか。これをレンズの前につけてくるくると回すと、反射をカットしてくれたり強調してくれたりっていうのがあります。ですから、この PL フィルターを使って、この氷に映り込む車体をコントラストを上げて撮影をするっていうものにすごく適してます。